小笠原町清は、平安時代末期から、鎌倉時代前期の開国の武将、海、源氏の一族である鏡炎孔の次男、品の守護家小笠原氏、旧馬実霊法小笠原流の祖、高倉天皇に、滝口武者として仕えた父、縁光の所領のうち、海の国駒郡小笠原座とを相続して、玄伏の折に、高倉天皇より、小笠原の姓を賜ったとされる。ただし、 アズマにおいて、蝶清が小笠原を名乗るのは、元略元年以降で、研究6年までは、鏡と小笠原の名乗りが混在している。なお、駒郡の小笠原という地名は、現在の山梨県内に2カ所知られ、蝶清が漁した小笠原は、今の南アルプス市小笠原にあった元小笠原層と、今の北都市明野の町小笠原にあった山、小笠原層のどちらにあたるかで研究者の間で、 論争になったが、古文書の研究から前者が正しいとされている。源の頼朝挙兵の際、19歳の張清は兄、秋山光朝と共に家で、平友もの悲観であったとされ、母の病気を理由に帰国を願い出て許され、主家である平家を裏切り、自称4年の藤川の戦いで頼朝の下に参じたと伝えられる。また同じく友もの悲観であった立花校長らを、 鎌倉御家人に引き入れる仲介を担った。自称、呪衛の乱において、先行を重ね、要は元年2月1日には、頼朝の仲介で、有力御家人であった、カ佐サ・ヒの娘を妻としている。なお、2年後にヒロは頼朝に中殺されるが、長清夫妻は罪に問われず、長身の妻が父、ヒロの所領の一部を継承している。その後、文治元年、父、縁光は、 源の頼朝の推挙で、品野守に認じられ、後に、蝶清も、品野守に部任された。また武田信光、海野美幸氏、望月重隆と並んで、キューバ4天皇と称されて、26歳の時に、頼朝に出資し、鎌倉幕府の御家人としての小笠原氏の基礎を築いた。天宮五年、頼朝が、東大寺再建の木材調達と増造像を御家人に、 孵化した際には、多門隆を担当している。頼友没後、この長常は二代将軍源頼家の近所であったことから、県民三年九月の引きをしかずの変に連座して、処罰されたため、一時小笠原氏は没落するが、姉妹である、大二局は二代将軍源頼家、三代将軍みなも根友の養育係を務めて、小笠原氏の鎌倉での地位を維持しており、 着難の次長は、直将軍三虎の鎌倉下校の随病を務めて、鎌倉での活動が見られる。憲法4年には、頼朝の母大供養の五岩寺の建留をさねともに、申請し、許可を得ている。上級3年6月の上級の乱では、幕府方の東山道大将軍として、四息8名とともに経営攻めのぼって、功績を上げ、7カ国官僚となる。同年七月、 京日型の苦行原遊宮日を、海山無郡稲積草の小瀬村で処刑している。同年に、淡国守護となる。任時3年7月15日、死なのにて81歳で死去。安ず鏡によれば、蝶清は、キューバの術に優れ、研究4年3月21日に、鎌倉の鶴岡八幡宮にへ奉納された、ヤブサメにおいては22人の伊手が選ばれているが、この時に、蝶清は、 武田信光と共にいてを務めたという、ありがとうございます。